里山に多く見られる雑木雑木とは、人の手によって、植林、管理されたヒノキや杉といった、建築材料としての利用機会や、利用価値の高い針葉樹を中心とした樹木に対して、それ以外の経済的価値の低い紅葉樹を、主とした雑多な樹木を指す。雑木により構成された林を雑木林と呼ぶ。日本の雑木の多くは落葉するくぬぎや、粉穴な,などを主体とした。 紅葉樹からなり、多くは幹がまっすぐではなく、曲がっておりかつ、枝分かれが多いという特徴がある。このため、古来より建築の主材料としては使用される機械は少なく、そのため、臓木と呼び習わされてきた。例外的に強度のある松は針に、腐りにくい栗などは基礎材として使用されることはあり、その他の臓木も適材適所に建築材料として利用されるものの、 構造材としてはヒノキ、杉などの針葉樹が使用されるのが一般的で使用量でははるかに及ばない。雑木の多くは古来より木炭の材料として多く利用されてきた。しかし時代とともに需要は減少し雑木林は放置されることが多くなった。生態系や防災に大きな役割を果たす雑木によって構成された林一方で近年は 雑木の多くが落葉樹であることから落ち葉が不要土となることでの植生全体への貢献や実がイノシシやクマなどの動物や鳥類の食料になっているといったことから生態系を維持していく上で不可欠であることが次第に知られるようになった。樹類による農作物の被害も雑木林の減少と人工林の増加が一因である。針葉樹とは大きく異なる保水性による 防災効果も大きく、台風の被害は人工林に多く、雑木林では被害が少ない。また、近年では、新葉樹の価格の下落から放置される人工林が増え、蒸気のような利点から里山再生などの機運から人工林を伐採し、雑木が植えられることも多くなった。昭和30年代に林野町が拡大造林の方針を打ち出し、 それまであった臓木を主体とする自然林を伐採し、杉ヒノキなどの有用樹種を植樹し人工林に置き換えていったが、その際に故障を区別することで利用価値のないものといった印象を与える目的で、臓木を雑木ではなく雑木と表現し、植林行政を推進した。ありがとうございます。